ガバペンチンは、ギャバ誘導体の抗転換薬である。日本では、商品名、ガバペンで抗転換薬として流通している。プロドラッグであるガバペンチンエナカルビルは、ムズムズ足症候群の治療薬として販売される。ガバペンの適用は、他の抗転換薬の効果が認められない、際の補助薬である。レグナイトの適用は、慎重に国際的な診断基準に従い、中等度から、 高度の多が原因でないむずむず足症候群である。ガバペンチンは1973年、ワーナー・ランバートの西ドイツ研究所で、抗転換薬として合成された。イギリス及びアメリカ合衆国で、成人における転換の部分発作に対する、併用療法として承認され、1999年以降、欧州連合、アメリカで小児の適用を取得後は、 アジアを含め世界中で抗転換薬として広く使用されている。日本では1993年に臨床試験が開始され、国内外の臨床試験の結果、既存の抗転換薬では、発作の抑制が不十分な部分発作に、併用での有用性が認められた。2006年に製造販売承認を取得し、同年9月25日に発売を開始した。 ワーナー・ランバートの医療情報担当者が、承認外の11の適用に聞くと医師に、病気検伝し、適用外使用を進めていたことが、1996年の内部告発と提訴をきっかけに判明。全米各地で団体訴訟が発生した。これには、FDA の承認を取得した、体上方信号神経痛も含む、2003年に宣伝などの独占禁止法違反で、 アメリカ合衆国連邦政府による調査が実施され、この結果ファイザーは2003年末に4億2700万ウェイドル以上の巨額の引き当金を計上した。国内臨床試験において単独投与での使用経験はない。使用上の注意として、国際レストレスレックス症候群研究グループの診断基準及び重症度スケールに基づき慎重に実施し、 基準を満たす場合にのみとされる。特発性とは、他が原因でないということである。例えば、薬物、または物質による、睡眠関連運動障害の一つとして、ドーパミン受容体を遮断する抗精神病薬による、衰退外路症状がある。難治性慢性外相への二重盲検試験にて、有用性が確認された。ガバペンチンはほとんど代謝の影響を受けず、 あるいは他の代謝を誘導しない。ガバペンチンの副作用は以下のようなものがある。アメリカでは、後継連薬すべてに自殺機とや、自殺燃料を高める胸の警告表示がなされている。日本でも、精神疾患に適応のある他の後継連薬において、自殺燃料の症状が悪化する可能性についての警告表示がある。抗転換薬全般に言えることであるが、 連用中における急激な減量あるいは中止時に転換発作の増悪、または転換重積状態の恐れがあるため、徐々に減量する。ガバペンチンの近畿には以下のようなものがある。ガバペンチンの投与中に薬剤性過敏症症候群が起きた場合、初期症状として発疹、発熱が見られ、さらに肝機能障害などの臓器障害、リンパ節主張、白血球増加、 高酸球増多、胃系リンパ球出現などを伴う地発性の重篤な過敏症状が現れることがあるため、十分な観察をする必要がある。このような症状が現れた場合には、投与を中止して適切な処置を行うこと。なお、発疹、発熱、肝機能障害などの症状が再燃あるいは、千円化することがあるので注意することとなっている。 アメリカ食品医薬品局によるガバペンチンの胎児危険度分類はカテゴリー C である。これは動物実験では胎児への有害作用が証明されているが、その薬物の潜在的な利益によって潜在的なリスクがあるにもかかわらず、妊婦への使用が正当化されることがあり得ることを意味する。しかし動物実験において動物実験で胎児、出生時に 国家治延、尿管拡張、腎盂拡張、着床後肺死亡率の増加が報告されている。なお、入住中へ移行することが認められているため、授乳中の婦人には投与中は、授乳を避けた方が良い、とされる。ありがとうございます。